なんか入ってきたよ。3番線か。多分難波止まりじゃないのか。この時間帯は普通しか阪神に入らないし。またあったな。お前はもしかして久しぶりだな。 DH1 編成じゃないか。知っているのか。前回難波で会ったトプなんだよ。まさかここでまた会えるとは。あれ600番台じゃないのか。はい、私は800番台ですよ。そうか、よろしく。あ、はい。制作者、ちょっと同行してもいいか。いいけど、運用は大丈夫なのか。難波止まりだから大丈夫だよ。そうか、わかった。その前に引き上げ線まで改装してくる。ああ、そうか。あと僕は朝食食べてくる。そこのベンチに座ってるから、何かあったら呼んでくれ。わかった。もしもし、EH27 編成か?ちょっと、この後の3735列車と、その後の運用変わってくれないか?いやだよ。せっかくの休みなのに。悪いけど変わってくれよ。明日の運用変わるから。本当だな。それで明日行かなかったら、本社に呼び出すからな。わかってるから。それで今どこにいるよ?桜川でとりあえず折り返してる。でも、お前の運用って、6両での運用じゃないだろ。付属編成はどうするんだ?あ、やべ。お前なんかしたんか?付属の EE35 編成。桜川の2番線のホームに置いて、来ちまった。なんか悪いことしたかな。とりあえず、本線の邪魔になるから避けておこう。DH27 か? DH12 本線に捨てられたけど、どうしたらいい?阪神780列車が出た後、すぐに1番線に移動してて、すぐに向かうから、とりあえず引き上げ線で待ってて。わかった。ただいま。あ、おかえり。制作者はもう食べ終わったのか?もうすでに済ましといたよ。そうなのか。そういえば、乗車連ってどれだったっけ?31分発の快速急行だよ。運用番号っていくらだ ?3735 列車だけど。あ、乗車連が来たよ。あ、制作者と藤井寺鉄道の207系じゃないか。EH27 じゃないか。機嫌悪いけど何かあったのか ?DH1 編成見なかったか ?DH1 編成か?ここにいるけど。お前、ちょっと来い。どういう状況?こいつが次からの運用を DH27 に代わってもらうからと言ったんだ。別にこの後、引き上げ線で待ってて、とか言ってくれたらよかったのに。こいつ、何も言わずに僕を本線上に置いて行ったんだ。DH1、何やってんだよ。本当にね。別に急がなくてもよかったのに。君たちは優しいね。そうかな ?DH1 はどうしたんだ?35 編成に無理やり連れて行かせたよ。本社に呼び出しをしなくてよかったのか?別にいいさ。普段はちゃんと運用をこなしてるし。でも、1週間くらいは、運用を2倍にしてやってもらうけどね。何かとあったけど、結局君も優しいんだね。結局、今日の休みが台無しになっちまった。よかったら、一緒に来るか?いいのか?別にいいよ。ありがとうな。